もしかして寝不足？思いますよ。おとなしいね。おやつ食べる？仕事できそうっていつもは普通にしてないのかしら。何よ、大げさに驚いて。あら、それは注意が足りないんじゃないかしら。このところ忙しくてね。うん、それはね。お、トバリやないかい。久しぶりやな。はい、お久しぶり。ほんで、今日は手伝いに来てくれたんかいな。
わよ、私は。いいわよ、私それでもいいかなって思ってきたんだし。そうやで。ほら、トマリ、今日もよろしゅう頼むで。ええ、その代わり、分かってるわよね。もちろんやがな。それじゃ、今日もよろしくね。なんや、辛気臭い顔してたのに。でも、そんなに心配なんか。確かに、そうかもしれんな。なんや、それ。人が多い方が仕事は楽やんか。ほんなら俺らもぼちぼち頑張りますかいな。さて、ほなそろそろ昼休みに入ってもらえるかいな。逃げられんな。逃げるって何よ。めったなことは口にするもんやないな。別
に逃げようとか思ってなんてないわよ。分かったわよ。気が向いたらね。その時はとびきり美味しいの頼むわよ。うん、任せといて。あ、その時は僕も手伝うよ。そうだね、二人で一緒に美味しいの作ろうね。うん。まったく、この程度で騒がないでよね。行ってらっしゃい。俺もいつも通り留守番や。ゆっくりしてきや。
に頑張ろうね。うん。帰ってくるのが遅いわ。ちょっと前からこの有様や、はよ頼むわ。わかりました、ひなたちゃん行こう。うん、おばりちゃんは大変だもんね。私たちはタイミング良かったわよね。まさか帰ってきたらあんなことになってるなんてね。私が手伝っててよかったわね。ほんまやで、今日は助かったわ。いいわよ、さすがの私も少し焦ったけどね。ま、そういうことで、みんなほんまにお疲れさんや。みんなに聞きたいことがあんねんけど、みんなは明日用事かなんかあるかいな。僕はご主人様と一緒だよ。私は明日は用事はないのでお店に出ようと思ってましたけど。ほんで、トバリは？私は特に用事はないけど。いやな、みんながめっちゃ頑張ってるって思うてな。せやから明日はみんなでどこかに行こうか思うてな。え？どこかにって、もしかして。
遊びに行くの？いや、あれやね。あれ？この前の海は結構気まぐれ的に行ったやんか。せやで、今回はちゃんとした店の休みやからな。費用も全部店側が持つで。ま、いわゆる慰安旅行ってやつや。いいですか？ん？ええで、ミワちゃん。だったらお店の他の人とかも一緒ですか？ああ、いや、それがな。他のみんなは休みを使って旅行に行くって言うてんねん。それがな、ちゃうねん。な、副店長とか他のスタッフがな、俺に言ってきたんや。なんてですか？店長は自分らたちと一緒に遊んできてくださいってな。いや、あいつらな、俺とお前が古い付き合いやからな。それで日向や美和ちゃん、とばりも含めてお友達仲間と行ってきてくださいって言われてな。そうだったんですか。あかんあかん、きつく言われてもうてんやから。僕たちとはまた今度一緒に行きましょうってな。それに今回は店長の俺がおらん方が羽が伸ばせるとかも言うてたわ。ま、あとトバリは他のスタッフと一緒やったら絶対に来んやろ。まあ確かに行かないわね。そうやな。ほんで、トバリはどうなんや？一緒に来るか？そうね。うんうん、トバリちゃんも一緒に行こう。そうね。まあ今回は付き合ってあげましょう。喜ぶほどのことじゃないでしょ。何変なこと言ってるのよ。まあまあ、ほんでや、行くところやねんけど。はいはーい、僕行きたいところがあるよ。あ、私も行きたいところあるかな。
そういえば、私もあるかしらね。私はすごいわよ。行くんだったら海外に行きたいわね。外国ってこと？ええ、そうよ。